ダイエットにおすすめのおやつ、ローソンで選んできました。この動画では1つ目、なぜこのおやつで痩せることができるのか、2つ目、その痩せるおやつとは一体何でしょうか。今回はローソン編ですね。3つ目、その痩せるおやつをランキング形式であなたにお伝えしてまいります。この動画ではこのようなさまざまな腸活法をお伝えしているんですね。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを私応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただけますととても嬉しいです。それでは早速お話スタートしてまいりましょう。では1つ目の項目、なぜこのおやつで痩せるのか、ダイエットにおすすめなのかっていうその理由ですね。それは化学調味料や人工甘味料が無添加であるからなんです。そのことで何が起こるかと言いますと、あなたが痩せ体質になることができるんですよ。なぜかというと、あなたがもし今太ってしまっているとしたら、腸内環境が乱れている、整っていないからこそ太ってしまっていらっしゃるわけなんですよね。以前の私もそうでした。なぜかというと、その腸内にいる善玉菌と呼ばれるその痩せ菌がですね、好むようなものをやはり食べたくなるということは痩せるんですが、逆にもしあなたの腸内で悪者です、悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌ですねが量が増えてしまっていたとしたら、そのバランスが崩れていたとしたら、あなたがですね、もう悪いのではないんですよ。あなたのその腸内が悪いがために太りやすいもの、例えば甘いお菓子とかパンとかパスタとかですね、そういった太ってしまうものをこう食べたくなってしまうんですよね。それはデブ菌が欲しいからです。そのデブ菌の餌となるものが結果太りやすい食べ物なわけなんですよ。ですからあなたがやはりですね、コントロールするとしたら、その腸内環境が悪い限り、いくらやっぱり頑張ったとしてもですね、長期的に健康で綺麗に痩せるってことはやっぱりできないんですよね。そこで私が今回、ダイエット中でも美味しく食べることができるダイエットにおすすめのおやつを今回ローソンで選んでまいりましたので、次の項目2つ目ですね、その痩せるおやつとは何なのかということでご紹介していきたいと思います。それではここから2つ目の項目、痩せるおやつは何でしょうかということで、もちろんベースは腸内環境を整えてくれる材料が使われているからということなんですよね。もうここはもうマストなんです。そして先ほど項目1でお伝えしました通り、とにかく無添加であること、ここがとってもね大切なんですね。そうしないと、そのあなたの腸がやはり疲れてしまって、ホルモンバランスが崩れて太りやすい食べ物が欲しくなってしまう、味覚に変わってしまったり、またホルモンバランスが崩れることでその体重設定値をどんどん上げてしまう、ホルモンが乱れてしまうので、結果どん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 その体重がですね増えてしまうということになるんですよね。なので今回ダイエットにおすすめのおやつというのは、まとめますと、腸内環境を整えてくれる食べ物、材料が使われているから、そして余計な添加物が入っていないから、この2つがポイントになってくるんですよ。それではいよいよ3番目の項目に移りましょう。痩せるおやつのトップ3ということで、ランキングでお伝えしてまいりますね。私が今回ローソン、コンビニさんですねで選びましたおやつの第3位はこちらになります。ローソンのオリーブオイルで揚げたポテトチップスなんです。こちらはオリーブオイルとイタリア産の天日の塩で仕上げて作ってくださってるんですね。もう私とっても嬉しかったんです。原材料名を見ると、じゃがいも（遺伝子組み換えではないもの）、そしてオリーブオイルと食塩（イタリア産の天日された塩の 100%、この3つだけなんですね。普通市販のポテトチップスって、本当ポテチイコール太るというイメージで、もう本当にね、もう太る材料でできているんですよね。まず油が良くないんですよ。すっごく良くない。特に先ほど冒頭でお伝えしました、その化学調味料のところ、まあ、ポイントなんですけども、ほとんどアミノ酸（
アミノ酸って書いてあるもんですよね。調味料、あ、ごめんなさい、調味料をカッコアミノ酸などと書いてあるものが実は化学調味料のことなんですよね。でプラスよく市販のポテトチップスだったり、まあ、残念ながらチョコレートとかもそうなんですけれども、漢字で植物油脂と書いてあるもの、あれもですね良くないんです。あれは実はトランス脂肪酸が多く含まれている油になりますから、トランス脂肪酸というのは別名にも食べるプラスチックなんて呼ばれているぐらい非常に腸にも良くない、まあ、お体にも良くないんですけどね。そういったものが入っているものを召し上がってしまいますと、例え痩せるプロテインのなんとかとかですね、そういったものの中にも結構入ってます。ああいったものを痩せるからと思ってせっかく食べていただいても痩せませんよ。なぜかというと添加物があまりにも入ってるからです。結果先ほどお伝えした通りですよね、添加物を取ってしまうといけないんですよっていうことをお伝えしましたよね。せっかく食べても効果がその逆効果なわけですね。だってポイントは腸ですから。あなたの腸を元気にしてあげない限り、もうたとえ食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、体質が痩せてないわけですから、痩せ体質はないわけですからダメなわけですよね。そこででも時々ポテチだって食べたいって思いませんか？本当にね、ダイエット中でも例えば今日はもうなんか甘いものを食べる気分じゃないんだよな、なんかちょっとこう塩辛いものがなんか今日食べたいとかね思いませんか？そんな時に私こちらをローソンで見つけた時でも本当に嬉しかったんですね。無添加だったからです。なのでこれはぜひ皆様に、例えばこう仕事ね一日頑張った後にちょっとコンビニに寄ってしまって、ついついあなんかちょっとおやつ買ってしまいそうってこう誘惑に負ける時にですね、どうせ買うならどうせ食べるならですよ、ぜひ無添加のもの選んでください。その時にしょっぱいもの食べたいっていう時はこのオリーブオイルで揚げたポテチです。しかも原材料が少ない無添加で、このオリーブオイルがなぜいいかというと、まず痩せ体質なるオイルなんですよね。なんか日頃のお料理でもぜひサラダ油とかは使わず、あれもトランス脂肪酸結構危ないものですからやめてくださいね。オリーブオイルに変えましょう。そうするだけであなたは痩せ体質に近づくことができます。まずはね、便秘改善ができるんですよね。腸内環境も整えてくれる油オイルなんですよね。そして痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が整って、結果増えてくれて腸内環境が整ってどんどん痩せ菌が増えてくれるオイルになりますから、このポテチにも使われておりますオイルもオリーブオイル、そしてまた普段のお料理にもぜひ使ってくださいね。そしてお値段なんですけれども、こちら、税込みで148円でした。そしてカロリーなんですけれども、1袋 40g 入ってまして198キロカロリーです。でタンパク質が取れるのがいいですよね。 2.5g、 まあもともとじゃがいもでお野菜ですからね、いいと思います。ただ脂質がやっぱり 9.3 で、炭水化物が 26.1 ということで、やっぱり糖質は多少高めなので、一気に1袋食べるのはお休みしましょうね。食べ過ぎです。なのでできればそうですね、せめて2回か3回に分けて美味しく召し上がっていただきたいなと思います。では続いてまいりましょう。第2位はこちらです。ローソンの有機栽培の干し芋スティックになります。これはですね、なんとさつまいもが有機栽培で安心安全に作られたお芋を使ってくださってるんですよね。もう私これを見つけた時とっても嬉しくって、もうすぐ買ったんですけれど、本当ね結構しっとり肉厚でこう硬くないんですよね。よくたまに硬い干し芋ってあってもこう噛むのが結構大変、まあいいんですけどね、よく噛むことで満腹中枢が刺激されて食べ過ぎ防止になるから良いんですけど、こちらはしっとりしててめちゃくちゃね美味しかったんですよね。自然な甘さも本当に程よく入っていて、なんといってもその JAS マーク、ジャスマーク、まあ、有機栽培ですよね、無農薬のこういったジャスマークが
ついてますから、もう本当安心だなと思って手に取りました。でこちらは1袋あたり 80g 入ってまして、エネルギーがやはりお芋ですから、まあ、お米と一緒ですよね、高いです。 227kcal でもタンパク質がしっかり取れて 3.5g、 あと脂質が、ね、低いんですよね。もうたったの 0.3g なんです。ただ炭水化物のそのうち糖質がやっぱ 50.4 ということで高めですから、ダイエット中の場合はもちろん一袋一気に食べずにってことになりますから、ちょっと詳しく食べ方をお伝えしますね。痩せる方法ポイントをお伝えします。でまずこのさつまいもの効果なんですけども、低 GI 値食品といいまして、要するにあなたのお体の中にその脂肪を溜め込むのをですね、緩やかに抑えてくれる食品なんですよね。その逆は例えばそうですね、パンとかパスタとかそういったのは逆にバーンとですね、高 GI 値ですから太ってしまうんですけれども、そういったのとは逆で低 GI 値ですから、その脂肪をまず溜め込むのを抑えてくれる食品なんですよね。でしかもまあさつまいもといえばですね、やっぱり便秘解消ということで、やっぱり食物繊維ですよね、まあ、すごく豊富に含まれておりますから、冒頭でお伝えした通りあなたの腸内環境が整う食べ物になります。そしてまたお芋ってすごいんですよ。ビタミンやミネラルがとってもたっぷり含まれていることで栄養価が高いんですよね。でもしあなたがダイエットを成功させたいと思ってらっしゃるようであれば、栄養を取らないとダメです。そうしないといくら頑張っても痩せませんよ。なので例えばもやしばっかりとかキャベツばっかりとかして栄養が偏ってしまうと、頑張ったって絶対にその時だけです、またすぐ戻ります。ですから栄養がないと、先ほどお伝えした通りその腸が動かなくなるとホルモンバランスが崩れて結果太ってしまうんですよ。逆効果です。ですからポイントは、痩せたいのであれば、ダイエットを成功させたいのであれば腸活です。腸が整うものを美味しく適量召し上がっていただければいいんですよ。なので今回はトピックおやつですから、この干し芋スティック選んだんですけれども、こちらはですね、お値段ですが、お芋さん税込みで198円です。でかなり量が入ってまして 80g ですから、まあ、一度は食べ過ぎですよとお伝えしていません。あと添加物や保存料が一切入ってないですね。裏の原材料を見ますと、有機栽培さつまいもだけです。よくですね、この干し芋スティックで砂糖が入ってたりとか香料とか人工甘味料とか余計なものが結構入ってたり、油とかね入ったりするんですけれども、これは一切無添加です。でただ中国産です。中国産なんです。でもね、国内産ではないんですが、安心なのはこの JAS 有機栽培をちゃんと指定のところで安全安心に作られたお芋を使ってくれてますから、私は今回こちらは皆様にも安心してお伝えできるなと思って手に取りました。でこの干し芋の痩せる食べ方ポイントなんですけども、ここから大事ですからぜひしっかり聞いてくださいね。まずはもしあなたがダイエット中であれば、この干し芋をね、ぜひお米の代わりに主食として、まあ、ご飯の一部として召し上がっていただくことも OK なんですね。この干し芋を食べつつ白米も食べてるとかになると出て取りすぎです。糖質取りすぎです。なのでもしあなたがこのさつまいも美味しそう食べたいって思ってくださってるのであれば、お米の代わりにこの干し芋に置き換えてくださいね。だいたい干し芋で、まあ、2枚程度、まあ、もうちょっとこの大きさでしたら食べてもいいんですけれども、ポイントは食前の 2,30 分前にも食べてしまうと、よく噛んでいただくと満腹中枢が刺激されて食事の量をですね、自然に減らすことができます。なので食前 2,30 分前にこれよくよく噛んでからお食事を食べることです。しかも白米とか玄米とかその炭水化物系はお休みですね。でプラス1回あたりのお食事にこの干し芋をこの代わりに入れるとしたら 25g までです。なので例えばこのパックであれば 80g ですから3回に分けて食べてくださいね。なのでこれを3分の1ずつお米の代わりに召し上がっていただければ、もう十分栄養もカロリーも取れますから良いと思います。ですのでお食事プラスおやつというよりは、お食事の糖質をお休みする代わりに置き換えで腸活のおやつを入れる、そうするとストレスも
減りませんか、だってダイエット中だからって言って完全おやつカットってすごくねやっぱりストレス溜まると思うんですよね。私もそうです。私だっておやつ食べます。その代わり間食としては食べませんし、ご飯の私玄米なんですけどね、白米は食べません。玄米の代わりにお芋食べるときはちょっと玄米をお休みするときもありますし、もうほんの子供茶碗にちょっと予想ぐらいで抑えたりっていう、そのバランスがとっても大切ですから、ぜひあなたも上手に、まあ、主食としても置き換えていいおやつですから参考にしてみてくださいね。ではここからいよいよ第1位をあなたにお伝えしていきますね。第1位はこちらです。ローソンの果実とナッツのヨーグルトになります。こちら私はですね、選んだポイントはもう先ほどからもう何回もお伝えしてます通り、腸内環境を整えてくれるもうほんとベストなですね組み合わせのおやつだなと思って選びました。でこちらはですね、1カップあたり102g 入ってまして、カロリーが143キロ、そしてタンパク質もしっかり取れる 5.4g。 痩せるためにはですね、タンパク質絶対取らないとダメですよ。マストです。もう腸内環境を整える食べ物の中にもタンパク質入れてくださいね。そうしないと痩せることができません。また脂質がちょっと高め 4.7、 もうヨーグルトですからね高めですけれども、そんなに多くはないです。で炭水化物のうちの糖質が 17.8g ということ、多少入っておりますけれども、おやつとしては丸な範囲だと思います。そしてお値段なんですが、こちらは先ほどの干し芋と同じで税込みで198円です。でこちらはですね、ちょっと開けてみますね。なんと2つにね、2層に分かれているんですけれど、下のこの大きいカップがヨーグルトが入ってます。そしてこれはいい音がしてるでしょう。これですね、ナッツとドライフルーツのミックス、トッピングとして後入れで入っているので、食べる時にですね、もう本当にベチャーっとしてなくって、そのドライフルーツであればもう本当に噛み応えがある状態で食べれますし、ナッツも水分をその吸収する前のカリッとしたナッツが入ってますから、めっちゃくちゃ美味しかったです。私本当にこれはですね、実は今日お昼ご飯で食べたんですけれどおすすめです。で何がおすすめかと言いますと、まずこのトッピングに入ってますそのナッツがですね、アーモンドなんですよね。ちょっと原材料があって、まずはナッツはね、アーモンドだけなんです。いろんなミックスナッツじゃなくてアーモンドが入ってるんですよ。でナッツの中でももう抜群に痩せ効果があるのはアーモンドです。アーモンドっていうのはもう本当に脂肪燃焼効果が高いんですよね。でまたそのことで代謝がアップしますから、その脂肪を燃やすくしてくれて痩せ体質になることができますし、でまたあなたのですね、悪玉コレステロールを抑えてくれる効果があるんですよね。よくそのあなたの血液中にいる中性脂肪が増えてしまうと、この悪玉コレステロールが増えてしまうんですけれども、そこをやっぱり抑えてくれる効果がアーモンドってあるんですよ。でしかもナッツ系といいますのは、まあ、アーモンドに限らずですけれども、ビタミンやミネラル、また食物繊維がもうすっごく豊富に含まれております。ですからしっかりとこのおやつを食べることで栄養バランスも取ることができちゃうわけなんですよね。そうするとやはり痩せ体質に近づくことができるんですよ。しかも健康的ですよね。健康的にやはりあなたに綺麗に痩せていただきたいんですよね。痩せたとしてももうげっそり、肌もボロボロで髪の毛もパサパサになって、もう肌も粉が増えてるみたいな、でもう周りからはちょっとどうしたの、大丈夫って言われるようなですね、痩せ方って嫌じゃないですか。以前私もそういった経験してますから分かるんですけども、心配されるようなダイエットはダメですよね。私も大反省なんですが、なのであなたにはそんな風になっていただきたくありませんので、今回このやつを選んでるんですよね。なのでトッピングに関してはこちらです。でまずちょっとこのホワイトボードには用意してないんですけれども、ドライフルーツが入っています。でドライフルーツっていうのも本当にね、栄養が乾燥させることでギュッと凝縮されますから少量で済むんですよ。なので生のフルーツを食べるよりもドライフルーツを少量食べる方が、まあ、栄養価としては、まあ、吸収でき、まあ、生の、ね、フルーツもいいんですよ。酵素がありますからいい面もあるんですけれども、ドライフルーツもすごくいいですからおすすめです。ただし食べ過ぎには注意ですね。
ギュッと凝縮してますから、そういうものを食べ過ぎてしまうと生のフルーツをいっぱい食べたことになりますから NG ですよね。そして次に私がこのヨーグルトでうわこれはいいなと思ったのはですね、まあ、普通ヨーグルトはまあ乳製品ということで、まあ、生乳とっていう形で書いてあると思うんですけれど、これはですねこのヨーグルトの中にはなんとあの食物繊維、スーパー食物繊維のイヌリンが入ってるんですよね。このイヌリンってすっごく痩せ効果があるんですよ。その理由はまず、まあ、もちろんそのヨーグルトそのものが発酵食品ですから、これめちゃくちゃいいんですよね。なぜかというと発酵食品っていうのが一番痩せ菌と呼ばれる善玉菌がいっぱい含まれているんです。普通の食事では補えないようなその善玉菌を含むのはやっぱり発酵食品なんですよね。例えば納豆とか味噌汁とかキムチとかですよね、ぬか漬けとかのうちの一つがやっぱりヨーグルトなんですよ。でこのヨーグルトが発酵食品でプラスそのイヌリンが入っていることであなたのですね腸のこう隅々まで確実にこの善玉菌、要は痩せ菌の餌となるこの食物繊維をちゃんとですね食事を与えてくれるんですよね。例えばマラソンで言えば途中は一緒にスタートしてですよ、食べた、スタートした、さあ行け行けって走ってるわけです。いろんなその善玉菌となるものがですね、それなのに途中で脱落者が出るわけなんですよね。他のいろんなその菌はですね途中でやっぱり脱落してしまう菌がいるです。最後まで乾燥できないですよ。例えば腸の入り口でも終わってしまったり、腸の途中でもいなくなってしまったりですよね。でもですよ、このイヌリンはゴールまで必ず届くんですよ。その到達率といえばですねなんと 100% なんですよ。すごくないですか。イヌリンってそういうランナーなんですよね。例えて言うなら脱落しないんですよ。必ずあなたの善玉菌に餌として届けてくれるっていうのがイヌリンと呼ばれるその食物繊維なんですよね。ですからいかがですか、いろいろありますけれども確実にその届けてくれるってすごいでしょ。なのでヨーグルト選ぶときもそのイヌリンが入っているのを選ぶっていうのもポイントですね。もちろんなくても大丈夫なんですよ。しっかり善玉菌の餌になるから OK なんですけれども、まあ、せっかくおやつでどのヨーグルトにしようかなとあなたが思ったときにイヌリンが入ってるじゃないかということでですね、手に取っていただいてもいいと思います。でまたこのイヌリンはあなた その血液中にいる中性脂肪を抑えてくれる、抑制してくれる力もありますし、血糖値の急上昇も抑えてくれる効果がある。結果その血糖値が急上昇している間に一番脂肪ってね溜め込むんですよね。そこを抑えてくれるわけですから、いかがですか、脂肪を溜め込むのも抑えてくれるという効果がある。そしてそのこともあるんですが、実はあなたのその暴走してしまう食欲もこのイヌリンでですね抑えてくれる効果があるんですよ。なので今回このローソンで選んだ果実とナッツのヨーグルト（ドライフルーツ&アーモンド）はヨーグルト自体の質も良いです。私も本当微腸活の専門家、私も本当腸活バカなんですよ。もう腸活オタクなんです。ですからもうこんなの言うともう本当ワクワクするんですよね。もうこれ絶対皆さんにも伝えたいっていうね、もう本当にそうやって思っていつも選んでるんですけれども、このヨーグルトとあとトッピングなんですが、何が入ってるかと言いますと、一番多いのは一番その量が多い順番にね原材料って書いてますから、今回これはレーズンです。この、まあ、ある程度ばらつきありますよってばらつきあるって書いてありますけれども、やっぱりでも量はレーズンが一番多いんですよね。でその次にアーモンドです。でその他にもお砂糖漬けしてあるドライクランベリーとお砂糖漬けしてあるドライパパイヤがねちょっと入ってるんですよ。で実はですね、私先ほどお昼ご飯に食べましたってお伝えしましたけれども、私今お伝えしたこのトッピングで食べないものが2つあります。もう本当ごめんなさいなんですけれども、もしあなたがダイエットに成功したい、痩せたいと思ってらっしゃるようであれば、このヨーグルトを手に取った時にもう本当に申し訳ないんですけれども、最後にお伝えしたお砂糖漬けのドライクランベリーとドライパパイヤは食べないでください。
私も食べませんでした。なぜかというとお砂糖が入っているからっていうのもありますし、ですね、余計な添加物が入ってるんですよ。酸味料とか酸化防止剤、アリュー酸塩、これはあなたに取っていただきたくないです。もちろん私も食べません。なのでいちいちね、うるさいんですけどね、私もごめんなさい、うるさいんですけれども、これは絶対に伝えたいんです。なぜかというと、いいですよってお伝えしても、あ、これはダメだなっていうのがやっぱりあるんですよね。それが今お伝えした2つです。ですからあなたも結構ね、より分けるの大変です。いっぱい、ちっちゃいのいっぱい入ってるから大変なんですけど、ピンク色とオレンジピンク色のこっち臭いものがですね、多分パパイヤなんですよね。それと丸っこいクランベリー、赤いピンクのには食べていただきたくないなと思います。でグリーンのはですね、多分グリーンのブドウのレーズンですか、食べてもいいと思います。なのでレーズンの2種類とナッツは OK ですけれども、残りの2つは食べないでいただきたいと思います。そこだけ注意してくださいね。それでは今からこの動画のまとめに入りたいと思います。1つ目です。なぜダイエットにおすすめのおやつなのか、痩せることができるのかというその理由でしたよね。それはあなたが根本的に痩せ体質になるためには、あなたの腸内環境をまずは整えてあげることが大前提だからでしたよね。そうすることで自然と痩せ体質になることができますよというお話でした。そして2つ目です。その痩せるおやつとはということで、今回はもちろん無添加であることがベース、そして痩せるおやつというのはその腸内環境が整う良いおやつ、お体にも健康にも本当に良いものなんですよってお話をさせていただきました。そして3つ目です。痩せるおやつの今回ランキングということで、3位はまず腸内環境を整えてくれるこのオリーブオイルを使ってあげたポテトチップスでしたよね。ただし2、3回に分けて食べましょうでした。そして2つ目の第2位はこちら、有機栽培の干し芋スティックですよね。この有機栽培っていうのがポイントですよ。ではないと、先ほどお伝えしたような他の海外のもののお芋というのはやはり農薬たっぷりの可能性が高いですから、必ず海外のものであったとしてもこの JAS マーク、JAS マークがついた有機栽培のさつまいもを召し上がってくださいね。もちろんこれをご飯の代わりとして、主食として召し上がっていただいても効果がありますよということをお伝えしました。そして最後第1位はこちらでしたね。ヨーグルトにトッピングのナッツとドライフルーツでしたよね。ただし覚えていただいてましたでしょうか、このトッピングの中には私がどうしてもおすすめできないものが2つ入っておりましたが、そこは外していただいて残りをしっかり美味しく召し上がってくださいねってお話をお伝えしました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルでお伝えしていますこのさまざまな腸活法ですね、別動画でもどんどんいろんなあなたの腸内環境を整える食べ物であったり生活習慣であったり、そういったことを私お伝えしておりますから、ぜひいろいろご覧いただいて、あなたの健康的で綺麗に痩せるにお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。